ゲルハルト・リヒターはドイツの画家。現在、世界で最も注目を集める重要な芸術家の一人であり、若者にも人気があり、ドイツ最高峰の画家と呼ばれている。ドレスデンに生まれる。地元の芸術アカデミーで1951年から1956年まで絵画を学ぶが、東ドイツの共産主義体制に制約を感じ、ベルリンの壁によって、 東西ドイツの行き来が禁止される寸前の1961年、西ドイツのデュッセルドルフに移住、デュッセルドルフ芸術大学に入学、独自の作風を展開していく。1971年からデュッセルドルフ芸術大学教授を15年以上に渡り務めた。2012年、競売大手サザビーズがロンドンで行った競売でエリック・クラプトンが所有していた。 リヒターの中象画アプストラクテスビルトが約2132万ポンドで落札された。生存する画家の作品としては当時史上最高額。初期の頃から制作されているフォトペインティングは新聞や雑誌の写真を大きくカンバスに描き写し画面全体をぼかした手法である。モザイクのように多くの色を並べたカラーチャート、カンバス全体を 灰色の絵の具で塗り込めたグレーペインティング様々な色を織り込まれたアブストラクトペインティング幾枚ものガラスを用いて周囲の風景の映り込む作品など多様な表現に取り組んでいるこれらの基礎資料であるかのような5000枚以上のドローイングや写真からなる数百を超えるパネルからなる作品としてアトラスがあるこれはアビバールブルクのムネモシュネアトラスの影響を受けたものである 初期の作品は、主として有彩であったが、近年では、エナメルや、印刷技術を用いたものが多くなっている。ローターバレー撮影1970年頃の、リヒター・リヒターとゴッドフリート・ヘルンバイによる、48ポートレーツ1991から92年と、アンディナイアブル・ミー1971から72年、デュイスブルグ・シュタット・バーンのリヒターと彫刻家の元妻、 いざ、原付県による壁画日本には、瀬戸内海のほぼ中央に浮かぶ、無人島の都島、ゲルハルトリヒター14枚のガラス、都島が展示されている。この作品は、190センチ180センチの透明な14枚のガラス板が、連続して、葉の字を描くように少しずつ角度を変えて並ぶ作品。全長約8メートルで、 リヒターによるガラスの立体作品としては最後にして最大のもの。また、高知県立美術館にステージ4が所蔵されている。2019年の第25回アイコム京都大会清水寺でのリヒターとトランペット奏者マルコ・ブラウのコラボ。ありがとうございます。